吉田さん、おはようございます。いただきます。私はね、非常識人から一般人、そして新たなる非常識人に変わったその理由なんですけども、私もできればね、まっさらな体になりたいと思ってたんですよ。借金抱えてニッチもサッチもいかないって言って、はっきり言って会社をやっててね、店をやってて、やればやるほど赤字が出るっていうのは、何もせずにいわゆる引きこもってた方が被害が少ねえじゃないかっていう感じですよね。で、まあこれ速稼塾を始めた時にちょっと思わず社員に言っちゃったんですけど、もうみんな出勤しなくていいよと、店もやらなくていいと、その代わりみんなに毎月20万ずつ、まあ、速稼塾の売り上げの中から渡すから、そうしようかってみんながっくりしましたね。さすがにだってやればやるほど赤字が出てるんで、嫌な思いしてね、やるよりも何もせずに20万もらった方がいいんじゃないのっていうふうに、まあ私みたいな立場からね、社員に言うことではなかったんですよね。まあみんなの頑張りに労を握らないといけないし、だからそういうところがおそらくまあとどめになって店を畳む大きな原因の一つになったのかなと思いますし、で私もまあ借金抱えてもへっちゃらだったんですけども、まあでもね、できれば綺麗な体になってね、なんか堂々と大手を振ってってところもありましたよね。で、最大のものが見えなんですよ、私は。完全に今の奥さんと付き合うことになって見栄を張りたかったんですよ。でもお付き合いして、それこそ仲睦まじくいけばね、私の経済状態とかバレてくるわけなんですよ。で、まずはブラックカード持ちたいなと思いましたね。で、まあ、今プラチナカード揃いなんですけども、当時はカードも作れなかったような状態だったんで、だからね、結構苦労しましたね、その辺では。まあカードがバン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 作れてればよかったんですけども、それもちょっと限界が来て、だからセルフバックでカードを作りましたけど、ほとんど落ちましたからね。結局見込みの売り上げはいっぱい立ったんですけども、全部却下却下却下の連絡ばっかり来てね。で、しばらく、それから数年は全くカードを作るっていうのはなかったですね。でも法人が持ってましたんで、法人カードっていうのは結構作りましたけども、そういう意味でも法人っていうのは有利だなと思いましたね。ということなんでね、私がね、まあ、今の暮らしになろうと思ったきっかけは、借金が怖かったというよりも見栄を張りたかったと。俺ってすごいだろうっていうふうに、ただ女の子に言いたかっただけだよね。まあそんな一点集中の欲望ですよ。まあ、そんなとこですかね。なんかね、結構ね、ええかっこしいで見えっぱりが私を守ってきたってとこですよね。だから状況が恵まれない時でも、やっぱね、そんなこと鼻にかけてないぜ俺はみたいな感じで、いつも強気でいたかったんで、まあ、だからへっちゃらだったのかなと思いますし、まあ、そうすると割と不思議なもんでね、山口会長も言ってましたけども、借金があるからってへこたれていたら人はついてこんと。借金がいくらあってもね、大丈夫よ、これから全部追っ返していくんじゃんみたいな勢いがあったら、そういうところに人は夢とか希望とかを感じてついてくるんだって言ってました。状況の悪い時こそ人の進化が問われるっていうふうにね、たまに山口会長まともなこと言うんですよ。やってることめちゃくちゃですけどね。ということで、私はそんな感じで見栄だけで突っ走ってきまして、今は見栄を捨ててある程度ね、なんか固くやろうかなと思っております。そんな感じですかね。まあ、吉田さんもね、なんかサラリーマンだった頃にいろいろと思い悩むことがあって、今自由になっていろんな対面とかを捨てて、会社の縛りとかを捨てて、割と自由になったんじゃないですか。そういうふうなのが本当の自由かなと思います。金銭的な自由とかね、なんか行動の自由とかっていうのは、まあ、それに比べたら小さい話で、精神がどれだけ自由になってるかってことがすごく大事なのかなと思いますよね。つまり思考は現実化するってことですよね。いってらっしゃい。